皆さんこんにちは、安田です。今日も YOASOBI の群青を練習していきます。今日の練習なんですが、ペースピアノ教育シリーズをやって、その後に群青の楽譜に移っていきたいなと思います。このシリーズのね、終わりどころ、なかなか見えにくくなってきてはいるんですけど、来月ピアノのレッスンを予定してまして、そのレッスンが最後のレッスンになると思います。この YOASOBI の群青に関してはおそらくね、そんな仕上がりに今持ってこれてるんじゃないかっていうことを自分でも思っていて、大人からね、120日以上毎日のようにこう練習をしてきて、そうやって細かいね、積み重ねをしていったことで、今ここのレベルまでこの曲をね弾けるようになってきているので、なんか少し大人からピアノを始めるっていうことに、希望を持たれた方もいるのかもしれません。割とね、クラシックをやりたくて、ピアノ習いに行ってるっていう方が多いんですけど、僕のね、視聴者さんとかね、ライブ配信でよく絡んできてくださってる方が好きな曲っていうのは大体ね、こうクラシックだったりするので、いろいろね、J-POP もね、全然大人からでも練習すればね、なんとかなるぞっていうところをね、ここでお見せできたかなとは思うので、これからもね、練習頑張っていきますので、今日もね、一日練習よろしくお願いします。ペースピアノ教育シリーズの28、29からいきます。さっきカレー食べたんで汗がすごい出てるんですけど、ちょっと気にしないでください。
あ、そうか。ピアノ教育シリーズでした。次に群青に移ります。Thank you.
間違えてた部分があるね。黒鍵を外すのは結構、まあ、あるあるなんですけど、ちょっとね。ハンドクリーム塗ったからすごい滑る。手荒れがねすごくて、冬の時は。ちょっともう一回練習しよう。どうだったっけな、アンプで分かんない。ミレミファソソシソソシ、右手じゃない、左手がね、ほんときつい。いや、ここだな、このね、ここでね疲れてくる、腕が言うこと聞かなくなって行くか。
いろいろね、弾いてるとどこでミスし、弾き終わっちゃうとどこでミスしたかとか結構ね忘れちゃうんだよね。あとなんかでつまずいてたよね。流れちゃうね。ここが押せない。ここがね、いつも透かしちゃうんだよね。こう、掴めない。アンプしてみるか。アンプで、ね、どこまでいけっかな。アンプね、
やー、アンプは難しいね。後半なんか全然思い出せなかった。左手が思い出せなかった。だから流れていくしかなかったよね。戻って、覚えてるところから戻って、どうだったっけなみたいな。通して弾こう。跳躍できなかったな今。全然ハマんなかった。
練習する前より練習した方がなんか下手くそになってる場所もあるってすごい不思議。ねえ、練習する前よりした後の方がちょっとなんか疲れてんのかな。あ、そう、跳躍の練習しとこう。あ、まだわかんないんだな。あ、やっぱ近くに感じてるんだな。いや、厳しいな。まあ、今目つぶって完全に見えないんですけど、探せない。いや、安定してきた。なんか褒めると人間ってすぐダメになるよね。うん。あ、今いい感じだったね。やっぱこの目をつぶって探る練習。有効なのかもしれない。うん。3連符ね。だいぶ安定してきたね。昔はね、ほんとフルみたいな感じで、もう崖崩れみたいになってたんだけど。まあ、ちょっとまだ崖崩れみたいな感じになってるけど、まあ、どうしてもね、小指の力って今からね、筋トレしてアップして、それが筋肉がつくまでってね、待ってはいられないんで、もうほんと力入れて引くしかない。ここに意識が行くから、その次にもうここに飛ぶのがすごい難しい。このあの日踏みっていうので、ね、結構上から入りたいんだけど、どうしても小指で入るから他の指にと負けちゃうよね。もうちょっとね、もうほんと極端な話、これぐらい強く押して、思いっきり押して、これだからこう下がっていくから、この音がね、弱いとちょっとね、もったいないんだ。なんだっけ、入れないな。え、これ
つも間違えてるだろう。そうか、フラットを見てなかったのか。難しいね。それはちょっともう一回楽譜見ながら通して弾いて、このね跳躍もね毎日10回はやるようにしよう。
い、というわけで今回の練習はこれで終わりたいと思います。結構僕がミスする場所の共通点っていうか、そこをちょっと今気づいたんですけど、小指でね、例えばこれがね、どうしてもなんか別の音と一緒に弾いちゃったりとか、あとなんか小指で黒鍵をつかむところをすごい、まあ、外してしまったりとか、結構ね小指がね、キーポイントだったり、あと親指もね、つかみ損ねるっていう部分は、まあ、両方ともね一番短い指だったりもするし、あと親指はね力、親指は力強いんですけど小指はね力が弱かったりして、 なかなかねこうコントロールっていうのが、まあ、これだけ練習を重ねていってもすぐにはねこう身につけるっていうことはね難しいなっていうのはね今すごい実感としてあって、まあ、それでもなんか積み重ねていかなければいけなくて、本当なんかピアノもそうだけど、その、まあ、何でもそうなんですよね。小さいことをどんどん積み重ねていってできることを増やしていくって、そんな感じだと思うので、今できないからといってね、決してこう悲観することなく、今はこれができないんだっていうことをしっかりこう自分で認識して、まあ、それに対してどうやっていけばいいんだろう、どういうふうに改善していけばいいのかなっていうのをね考えていくことが大事なのかなっていうのを、ね、すごい思っています。だからこう次の練習をするときはやっぱりね、こう小指のコントロールとかそこら辺も意識していこうかなと思います。やればやるほどなんか課題ってもうなんか無限に湧いてきて、どうしようもないくらいこう自分のね改善点っていうのがこうボロボロ出てくるんですけど、まあそれはそれとして、この曲をこうしっかり弾くために必要な技術がまだ、まあ、備わってないっていうことの表れでもあるので、まあその少しでもこの曲をね弾けるようになるために毎日ね練習をしていきます。いやーね、そのね弾きたいよね、こう自分が好きな曲って弾きたいですよね。まあそのためにね練習するんだったら頑張れるんで、まあこれからもね、応援よろしくお願いします。そしてこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そして、まだチャンネル登録してない方いたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。